大谷さん、台湾チアに囲まれて頬をあからめる。いや、そうで草。笑顔引きつってて草。撮影が終わったら丸太小屋に帰るぞ。帰りたそうで草。台湾チアがエンゼルスの試合まで出張行ったんか。下ネタはノー。台湾チアはワンチャン狙うやろ。近寄るのに躊躇していましたが、とても親切に接してくれました。嫌がっとるやんけ。等身大人形みたいになってるやん。張り付いた笑顔やん。ビジネスもうまいんか、さすがや。飯ん出てくさ。大谷が機械みたいになっててくさ。ご視聴ありがとうございました。